メガヘルツ2000。メガヘルツ2000は、三菱重工業が製造した多目的ヘリコプター。日本で初めてとなる機体、エンジンともに純国産の民間用、双発ヘリコプターである。メガヘルツは、三菱ヘリコプターの略、2000は、西暦2000年で21世紀に羽ばたくヘリの意味を込めた。機体とエンジンを自社開発することは、世界的にも珍しい。 三菱重工業では民間用ヘリコプター販売への技術習得を目指して関わりの深いシュコルスキー製の S-76A JA9598 を購入し1992年平成4年7月から実験機 RP1 ロータープロトタイプ1号を開発した開発の意図としてはダイナミックコンポーネントローターエンジントランスミッション技術 要素技術をインテグレートして、機体を取りまとめる技術、低騒音、低振動、安全性に関わる技術、短期間、低コストで開発する技術を習得するとともに、ローター回転数可変化による低騒音の実現、自動操縦装置の技術、GPS とマップ表示機能等による衝突回避装置、低周波のローター音を逆位相の音で消す。 アクティブノイズコントロール技術の確認であった。RP-1 は1994年、平成6年5月9日に初不要、同年9月14日に初飛行し、1995年、平成7年3月末までに40フライトを行い、ローター、トランスミッションなどの主要技術の見極めを完了した。これらの開発、試験は、非公開で行われ、同年2月に、 幕張で行われた国際航空宇宙展に RP-1 の模型を展示し、初めて国産ヘリコプター開発を公表した。RP-1 によって技術確認を終え、民間機実現の目途が立ったことから、1995年、平成7年4月18日に運輸省、当時航空局へ形式証明を申請、地上実験用の2機と飛行試験用の2機、 JQ6003、JQ6004 を製作し、飛行試験用の試作1号機が1996年、平成8年7月29日に初飛行、航空局の形式証明審査を受けるが、内装の貧弱さや居住性の悪さ、整備用足場の強度不足、常習飛行時の視界不良等を指摘された。百九十七年、平成九年六月に、形式証明、 輸送 TBEQ を取得、6月28日に報道へ初公開し、1998年、平成10年1月に、機体番号 JA001M を取得した。1999年、平成11年9月には、片発運行制限なども緩和された。量産型は MHz2000A とされ、キャビンの窓が大型化されている。 量産機の価格は1機約4億円で、防災、警察、消防、企業の VIP 輸送など、様々な顧客をターゲットにしており、10年間で100機の販売を予定した。量産1号機、JA002M、後に JA007E と交換は1999年、平成11年10月1日に、エクセル航空に納入され、同年11月から、 都内の夜間遊覧飛行などに使用された。エクセル航空では、メーテック所有の機体 JA003M も使用し、2機で運航を行っていたが、後に、両機ともに、三菱へ引き渡された。宇宙航空研究開発機構、j a x a へも1機、愛称、ニュープルイプシロンを納入っている。民間向けのほか警察、消防、ドクターヘリ、 自衛隊向けの販売の意思も表したが、実現はしなかった。初飛行から10年を経過しても受注はこれら、数機のみで事実上の生産停止状態にあり、公式サイトには写真が2枚載せられているだけである。試作1号機は、事故で失われ、各機参照、2号機は、宇宙航空研究開発機構へ引き渡されて、自由落下の衝撃試験に使用された。このため、 試作機は残っていない。販売の不振によって、試作機を売り払わなければ膨大な負債を抱えることになるためだと考えられる。2013年3月に宇宙航空研究開発機構の保有機が登録抹消され本機の運用が終了した。登録抹消された機体のうち JA007E は日本航空専門学校の特攻キャンパスで教材として使用されている。 2000年、平成12年11月27日、試作初号機、製造1 1登録、J96003 が、三菱社員による、試験飛行中、試験飛行空域付近で、テールローターのブレードが飛散して操縦が困難となり、14時40分ごろ、三重県鈴鹿市柳町の水田に不実着しようとして、墜落した。機長1名が死亡し5名が、重傷。 機体は大破したため廃棄となった。飛行試験中の事故死は日本では戦後初めて。原因は同期が試験飛行中にナンバー10テールローターのブレードストラップが疲労により破断したことを発端として10枚のブレードからなるテールローター部の主要な部分を失い、テールローターによる要コントロール機能を喪失して操縦が困難となり、 制御できない急激なミニ選定に陥ったことによるものと推定される。ナンバー10テールローターブレードストラップが疲労により破断したことについては複合材製のブレードの開発に際して限界使用時間を設定する際の荷重や温度環境の条件選定が適切でなかったため疲労が予想よりも早く進展したこと。並びに同期は試験専用機であって、 量産機よりも過酷な使用条件であったが、テールローターブレードに対する点検項目の設定、及び点検の間隔が切でなかったこと等のため、疲労の進展に気づかないまま使用されたことが関与したものと推定される。テールローターの設計変更、エンジン転送、機体強度の改善といった手直しを加え、2002年、平成14年10月に、形式設計変更の承認を得た。 高速巡航による旅客輸送に特化した設計思想で胴体形状はテールブームまで一体化した卵型で内部容量は大きく床は平面、キャビンも広めに確保されている。乗員を含め最大で10名が収容できるが乗客5名の VIP 使用、単価を乗せられる救急使用など注文に合わせて柔軟に対応できる。また駆動装置を キャビン上部に配置せず、後方へずらして配置したことにより、低騒音、低振動を実現した。貨物室も大きく確保している。コックピットの視野は、サイドウィンドウも設けて、広く取ってあり、自動操縦装置や、GPS マップ表示装置もオプションで装備することが、できる。搭載エンジンは、三菱自社製の MG5 から110、川崎重工業の OH-1 用、 エンジン TS1 と同じ原型機から発展した強大機で高圧縮比の単弾遠心圧縮機を採用し最小限のローター構成により小型軽量化を実現した。先進圧縮機はエロージョン体制の高い超ワイド高度翼を採用し制御系を二重にしたことで高い信頼性を確保した。また MG5 から110は電子制御式可変回転数エンジンであり、 メインローター回転数100%による飛行と90%に抑えての低騒音飛行がワンタッチで切り替え可能で低騒音の場合は5デシベルほど下がるシングルエンジンでのアイドリング時は驚くほど静かであるメインローターは小直径高回転型として複合素材で作られた4枚はテールローターは10枚はで機体に埋め込まれたダクテッドファン方式フェネストロンであるが アエロスパシアルの特許はこうしているため、国産機では OH-1 も採用している。アンチトルクはこのダクテッドファンと大型の垂直安定板の組み合わせとした。胴体には複合材を用いずに金属構造とし、丸頭病を多用することで製造費の節減を図っている。機器配置は点検、整備の効率を考慮した。信頼性の高い部品を採用することにより、 直接運行費も削減できる。着地はスキット式で地上での自力移動はできないが車輪への転換も検討された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。